パフォーマーの廣岡美和です。よろしくお願いします。岡村広樹です。よろしくお願いします。私はこの、アンディに、ちょっと工夫を足しまして、パフォーマーが車椅子に乗って前に進むとその動きに合わせて音が鳴ります。どんな音が鳴るかというのは、この天井にある井上さんが作ったトゥインクルキャッチャーの音をイメージした音が出てきます。ぜひパフォーマンスの中でどんな風な音が出るのか、楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。どんな音が出るかすごい楽しみだね。楽しみやね。
になってたんだけど、後ろの方がなんだろうね。聞いてみよう。じゃあ聞いてみようか。こんにちは、お名前なんですか。はい、こんにちは、音楽を担当しています、バンドです。この音楽は、井上さん3キャッチャー売るよ。今私が弾いているのはアコーディオンという楽器なんですが、今日これからダンスに使っている楽器ではないです。ただ作曲をするときにこの楽器を使ったこともあるので、ということでオンビカップで使っています。それで今日は、ミスミさんという詩人の方の書いた詩に音楽をつけています。それで、その詩がとっても有機的な音をイメージする詩だったので、そんな音楽をつけました。ダンスと一緒にぜひ楽しんでみてください。それからこの会場にあるいろんなオブジェからたくさん音が出てきます。ぜひそのいろんな音も楽しんでほしいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いろんな音って どんぐらいあるんだろうね。どうだろうね。出してみるか。出してみるか。あ、キラキラしているの。なんだろうね。そうだ、井上さんに聞いてみよう。聞いてみようか。おー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 、聞いてみようって言って。こんにちは。名前なんですか。美術担当の井上です。このキラキラしているのは何ですか。これは光と音を集める道具になっています。なんか丸や雫の形のキラキラしたいろんな素材をつなげて作ってるんですけれども、みすみさんの詩をイメージした、そうなんです、一つ一つ小さなものが集まってこの世界ができているっていうのを表現したいなと思いました。名前はあるんですか。はい、これ先ほど言っていただいたようにティンクルキャッチャーと言います。ティンクルキャッチャー、ティンクルキャッチャーね。ティンクルキャッチャー、はい、本当に売ってるんですか。そうなんです、ただいま本当に売っております。一つ2,000円。そして今日はゾウさんの下のところでご自分で好きな色を組み合わせて作ることができますので、ぜひこのパフォーマンスが終わった後に作って今日のパフォーマンスのかけらとしてお家に持ち帰っていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お家とかお部屋に飾ると可愛いよね。可愛いよね。こんにちは、お名前なんですか。ゆずほです。パフォーマンスの前に行ったことは。ありがとうございました。こんにちは、名前なんですか。パパイヤ取ってほしい。え？パパイヤ？パパイヤ？